こんにちは、住吉智明です。皆さん、年末ですね。大掃除です。2018年を迎えるにあたって、ちょっと新しい雰囲気の部屋にしようかなと思ったので、ザラホームではベッドのシーツなどなどなど、めっちゃ可愛いものと、それから新しいドレッサー、こちらの中の収納とかとかに必要になりそうなグッズ、それから別に大掃除には関係ないんですけど、ガズリね、ずっと欲しかったものがあったので買ってきました。ベッドカバーとかは実際つけてみたいんですけど、大掃除の動画も出したいと思ってるので、今回は買ってきたものだけをひょいと紹介していきたいと思います。まず1個目、ザラホームのグッズを紹介します。こちら、ちょっと家がね、黄色い電気なので分かりにくいと思うんですけど、と薄いピンクと、あと真ん中にダスティーピンクで星が描かれた、これなんて言うんだっけ、なんて言うんだっけな、これあれ、これなんだっけ、違う、いや分かるんだよ、分かるんだけど、これはクッション、そうクッションです。ザラホームではね、セールやってたので3290円のところを2290円で買ってきました。めっちゃ可愛いでしょ、ふわふわなの、後ろもふわふわ。そしてもう一個、こちらです。じゃん、羊ちゃんのクッション。 I'll see you in my dreams、 ドットが入ってます。このクッションとこのクッション、両方とも中身と外身が別売りなんですよ。こっちの中身は少しこう、なんだろうね、柔らかい素材の、そこまで持ちは良くなさそうなんですが、安めの700円ぐらいのクッションにしました。もう一個のこっちは少し持ちが良さそうな固めのクッションにしました。ちょっと枕みたいな感触の中身です。こっちはね、1500円で2倍するんですけど、ちょっと4日かったりとか持ちを良くしたいっていう方は、こっちの固めのクッションの方がいいそうです。3つ目はこちら、じゃん、こちらももともとは3590円のものが2590円で、羊ちゃんのベッドカバーです。これを布団の一番上の部分に乗せます。こっちが 160×280cm です。そして4つ目がこちら、こちらはシーツです。これも3290円のものは2290円で売られてました。 90×200cm、ピンクしすぎないので、一応ここにキッズとは書いてあるんですけど、そこまで子供っぽくなく使えるかなと思います。そしてザラホーム最後の5個目がこちら、1690円のものが1290円でセールになっていた 50×75cm のベッドカバー、あ、ベッドカバーじゃない、枕カバー、さっきのねシーツと合わせた羊ちゃんです。かわいい、こういうね、ちょっと見えるかな、羊ちゃんが描かれています。私、枕はニトリのものが好きなので、ニトリに別に探しに行きたいと思ってます。そしたら次はダイソー、こちら収納グッズを紹介します。あ、これは収納じゃないや、1個目はこちら、ふわふわのマット、タイル式に組み合わせていって大きいマットにするというタイプのものです。1枚100円で、この間買った分が足りなかったのでプラス3枚追加で買ってきました。ゴマ風スペースにこう置きたいと思います。そして2個目がこちら、キューブタイプのケースなんだけど、3つ入りと4つ入り両方買ってきました。3マスの方が 17.9×6.1×6.1 のサイズ、そしてこっちの4つの方が 12×12×6.1 のサイズです。こちらの4マスの方が3つと、3マスの方が6個買ってきました。これいろんなね、使い方ができそうだなと思って、こういう風に使ってもいいんですけど、ここに書いてある通り単体のこうキューブみたいな引き出しが売ってるので、これ横にすればそのキューブを入れて引き出しとして使うこともできるし、縦の引き出しとも使うことができるので、いろんな使い方ができるキューブです。そして2個目がこちら、ちょっとねサイズが書いてないんだけど、パチパチストッカーっていう小物入れです。
半透明のものもあったんだけど、やっぱり透明のものの方がコスメ入れるのには綺麗かなと思って全部透明にしてます。だいたいこれと同じ大きさなので 17.9 センチよりもちょっと長いくらい。そしてダイソー4つ目がこちら、2種類買ってきたんですけど、ウェーブケース1と4です。中にピンク色の仕切りがあって可愛いなと思って、こうなんかね、自分の好きな幅に調節することができます。もう一個がこういう8個入るタイプです。可愛いよねこれ。これも仕切りなしでも使うことができるので、いろんな使い方ができると思います。新しいドレッサーの引き出し持ってきたので、ちょっと入れてみます。これだとめっちゃぴったりでした。イエーイ。最後4つ目のお店、こちら。全然お掃除関係ないけど、ダズリンで洋服を買ってきました。これはダズリンの公式のツイッターを見てて可愛いなって思ってた洋服だったので、ワンピースです。こちらワンピース久しぶりに買ったな。でね、ちょっと春まで使えそうなカラーのチェックのワンピース、こちらのちょっと袖がすぼまってるというか短めの袖です。着てみます。ということで今回は部屋の模様替えができるようなものと大掃除の収納用品を買ってきました。今ね、皆さんも大掃除やってる時期だと思うので、少しでもこんなグッズあるんだと参考になってくれたら嬉しいです。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。